リラリラリラ。あ、モリワタジーだ。ミノちゃん、宿題終わってないでしょ。終わったもん。え、もう？うん、宿題終わったら好きなとこ連れてってくれるって言ってたさ。そうだけど。もうしょうがないわね。オッケー。お母ちゃん、ショッピングモール涼しいね。本当やわね、今年は暑くてプールも行けないわね。お母ちゃん、決めてたあるよ。ほんまやね、ちょっとだけやで。オッケー、絶対。あ、たけるくん、めいちゃん、久しぶり。あ、みのちゃん、久しぶり。久しぶり。あら、奥様、相変わらず暇そうですわね。あ、なんですって、昨日までオフランスにいたざますよ。おそちらこそ暇そうですわね。あら、オフランス、私たちはついさっきまでドバイに行ってたのよ。ああ、誰とは、え、フランス、え、ドバイ、ママちゃん何言ってんの。ほら、ミノちゃん、お歌がうまいざますね。ドバイ、何言ってんの。話し合わせなさい。後で小遣いあげるから。まったく嘘つきね。そっちでしょ。何をフランスって本当は行ったことないでしょ、ほんまに。あんたこそドバイって何を。フランスパンでも食べてなさいよ、ほんまに。ドバイがどこにあるか知ってるじゃないですか。沖縄の横でしょうよ。今日こそ決着つけてやるわ。望むところよ、ほんまに。ゲームで勝負よ。やるよ。やるやる。今たちのベビースターズよ。うん。クレーンゲーム制限対決、どっちが劣るか勝負よ。勝負よ。よし、10個取ってやるわよ。あの奥さんには絶対勝つわ。どれにしようかしら。通りに取れそうなもんやってくれ。取れそうだろ。これなんか、いや、どこなんか、あんま私ね、ゲームセンター来ないのよ、ほんまにもう。おっ、なよ、なよ、なよ、投げて、なよ。もう一回、やりたくなるわね。絶対取れるわ、次は。無事で変わったら、絶対取れる。よし、もう無理だ、もう無理だ。いいじゃん、ブラマヨ。さっきこのシーン見たわよ、さっき。次行こうや。おばんじゅうさっきやってみようかしら。みのちゃんは好きなのよね。どうちょっと滑った、もう。どこでいかしら。カービィは、何が、カービィちゃん、お願い。あ、来たか、来たか、何だよ。何にしようかな。ロースにしよう。じゃあお、これいいぞ。何これ。よしよしよし、もう一回もう一回。え？うん。
嘘でしょこれ安いって書いてある。これ安いって。あと800円あるから、数で勝負するよ。いくよ。まずこれよ。まずこれ。これこれ。お母ちゃんみたいな、かわいいユニコーンとかよ。これよ。あ、もう、取れちゃったのね。目の錯覚がしない。食べなかった。次だよ。あら、これ何かしら、おにぎりかしら。次こそ行くわよ。これ近づいたわね。もう一回やろうかしら。これは完璧じゃないの？これは来たわ。悔しい。いや、やばい。ただ一個も取れてない。みんな待って。が、あと8かな。よっ。お、いいじゃん。3個取れちゃうよ。3個取れちゃうよ。今日のミノはついてない。よし、こうなったら。YouTube で見た技を発揮する。よっ、こうやって回せ。よし、今度こそ。がー、頼むぜ、おっぱんちゅうさぎ。もう、俺もダメ。やばいやばい、どうしよう、一個も取れてない。サングラスなら、頼む、取れてくれ。よし、このペンとかペン、たまにこれ、あ、もうもう10本一気にカブッといっちゃって箸はね、私が下手なんですよ。夏にぴったりのサングラスだったよ。1600円、もう絶対取るわよ、絶対取るわよ。ここ2個取りか、あるの。あ、いいんじゃないかしら、いいんじゃない。はい、はる。どうしようかしら。お、じゃあ残りしようかしら。なんていうかしら、ミニオンに出たくなるね、この子。お願いよ。いったんじゃない。あ、おみんなもここだ。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ラストですね。頼む、取れてくれ。ついにゲット。これ安いんだな、まず。どういうことだこれは。
械は悪くない。お母ちゃんの洗濯ミスや。これよ、このニャンコのペン。これはよ、可愛いわよ。これはもう絶対取れるけど。だってもうちょっと触ると崩れるもん。これこれよ。はい、ほいにょーんって、ほいにょーんって、ほら、もう取れたもん、当然よ。ここだよ、いけ。もう、ちょっと一緒にしましょう。やっぱり考えることは一緒ね。最後の100円、うん、これやろうかしら。あ、奥さん一個も取れてないんだ、マスコ。あんた、オスラフやるな、もうこうよ。クロスラフで取れてないだますよ。なんなのよ、ちょっとやってみなさい。見てなさい。見てなさい、一発で取ってみせるわ。いけ戻れ。こんなはずじゃないのに。奥様、ほらね。もう悔しい。横でよーく見ときなさい。もうこうしたら吐いても落ちるわよ。世の中舐めるんじゃないわよ。もうはいはい。へえ。何かに私呪われてるのかしら。なんで。私まだこんなにあるから、私がやってあげるわ。見てなさい。何かの罠よ、これは。Oh no! もう一回よ。ほら、いったわ、いったわ。取れやすいって書いてあるじゃないの、ほんまに。あんたのテクニック不足よ。腕がないのよ、ほんまに。もうあと200円しかないじゃないの。やるわ。なんか何かやった。舐めてるのはあなたの方だよ。最後の100円にかけるわ。ここでこれもに勝ちは勝ちよ。悔しいわ。僕は1個、犬は5個、メインは8個。すごい。次はエアホッキング対決よ。もがむところよ。行くわよ。負けへんで。行くわよ。イエーイ。いい、勝った。燃えてきたわよ。
やるじゃないか。そういえば子供の頃はゲームセンターって大好きな場所だったわ。お小遣い握りしめて何で遊ぼうかワクワクしてたわ。あんな気持ち忘れてたわ。負けたわ。でも奥さん素晴らしかったわよ。楽しかったわね。ほんまほんま。こんな楽しい場所で喧嘩なんてくだらないわね。ほんまくだらないわね。一緒に遊びましょう。遊びましょう。仲直りしたみたいだし、まあいっか。楽しいわね、奥さん。私たちも子供に戻って楽しみたいわよね。そうよね、いつも大変なのね。